様、馬車道のクロコダイル専門ブランド馬車道今井です。今回はカスタムオーダーで作成しました馬車道今井人気のヌバッククロコダイルの巾着袋の紹介です。サイズや金具の色、内側の色などを選びいただいてお作りさせていただきました。大きさがですね、こちらがちっちゃい方でこちらが大きい方になります。で、ちっちゃい方は本当にシンプルでスマートで、なんかすごくシックなかっこよさがあります。で、こちらの大きい方のサイズなんですけれども、今回お客様のご希望で茶色を選んでいただきました。金具はゴールド、こっちの大きい方のサイズになるとこの金具がついて、このゴールドとシルバーも選んでいただけます。ちょっと豪華さもあるというか華やかさもあって、こっちの大きい方とちっちゃい方とだとイメージがもう全く違ってできてきまして、ちょっと私たちもびっくりっていうぐらい、こちらは華やかな感じですごく繊細なおしゃれ感も、こちらはやっぱりシンプルでかっこいい。こちらのお客様は今回はちょっとオレンジっぽい赤をこう選んでいただいております。こういう赤もカジュアルさも出て華やかさもあっていいと思います。こちらの茶色のお客様はですね、なんと中がこの色合いもすごくいい感じです。綺麗なブルーを選んでいただきました。こんな感じです。上からこうちょっと覗いた時にこういう色が出るのもなかなかいいんじゃないかなと思います。この茶色の巾着袋なんですけれども、お客様のご希望でこの茶色を用意させていただきました。皮見た時ちょっと地味になるんじゃないかなと思ったんですけれども、お客様のセンスで出来上がってくるすごいなと思ったんですけれども、選んでいただいたこの茶色と派手になりすぎないかなと思ったんですけど、このゴールド全体のなんか雰囲気がですね、すごく上品ですごいセンスがいいっていうか、このポイントになる色気とこれで開けた時のこのブルー、ちらっと見えるこのブルー、まあなんとも本当にうわおしゃれっていう、なんかちょっと、個人的にうわすごいこの方のセンスってすごいなと思って、あ、こういう使い方、色の組み合わせのありなんだなと、豪華で上品ですごく素敵なクロコのヌバックなんですけれども、おしゃれで上品な感じで、ちょっと私の中のちょっと予想外な感じで、予想外って言ったら変ですけど、なんかちょっと想像した以上な感じのすごくおしゃれなセンスのいいっていう感じの巾着袋の出来上がりなんです。ちょっと何言ってるかあれですけど、まあ、とにかく出来上がりがですね、すごくセンスいいと思ってちょっと感動して今こう、ご説明させていただいております。